はい、今回は第45回必殺技マジックジョンソンダブルパスフェイクレイアップシュートについて見ていきます。はい、行きましょう。速攻の時ですね、1回フェイク、もう1回フェイクでシュートです。こんな感じでディフェンスを置き去りにします。1回目、2回目、こんな感じでシュートしていきます。ではもう1回やってみましょう。速攻時に使います。1回フェイクして、もう1回パスフェイクしてシュート、はい、最後にもう1回行きましょうか。速攻時ガードの人は使えないので覚えておいてください。ダブルフェイクからのレイアップシュート、はい、こんな感じでできます。はい、